こんにちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイの予兆は宇宙的なパワーと、こう恐るものでもあります。自分の心に響くような天文的な現象を目にしたとき、ダウ前兆と言えるのです。例えば燃える明るい流星を見たとき、金色に強く輝く星に強く、胸を打たれた時などは、星や宇宙からのメッセージと言えるでしょう。また、自分の星座に目を向けた時、何か声が聞こえた場合は、星座からのメッセージと受け取ることが大切です。他にも、天文だけではなく、気象現象からメッセージを受け取ることもできます。例えば、日の下に降る雨である、狐の嫁入りは霊的パワーが高まるとされています。その時聞こえた声が、ツインレイとの出会いの啓示なのです。また、虹はツインレイとの絆を表すビジョンである場合もあります。虹に強いシンパシーを感じた時、ツインレイとの出会いが近づいていると言えるでしょう。ツインレイとの前兆、ツインレイと出会う前兆としてリアリティのあるビジョンが浮かぶ場合もあります。まるでスクリーンに映し出されたように頭の中ではっきりと相手の像が見えることがあるでしょう。霊的なパワーが高まることによってビジョンが見えやすくなると言えます。そのパワーを高めるには、さまざまな試練を乗り越え魂のレベルを高める必要があるでしょう。他にも、鏡や水面にそうしたビジョンが浮かび上がる時もあります。ツインレイが出会う時期は、新しい環境へと変わる時です。その天気とともにツインレイが現れてくることが多いです。しかし、環境の変化に恐れたり、否定的な感情を抱いていると、ツインレイとの出会いは遠ざかってしまいます。ポジティブな気持ちを持つことで、強い絆を引き寄せることができるのです。出会いに対して前向きになるように心がけましょう。ツインレイと出会う前に、自身の魂への試練としてトラブルが起きる場合が多いです。それらの問題は、自分を魂レベルで成長させるための出来事なのです。立ちはだかる壁から逃げることなく立ち向かい乗り越えることによって魂の段階が向上していくでしょう。魂のレベルが上がることによって次の魂と出会う資格を得ることができるのです。もし困難から逃げることがあれば、互いの絆は薄れで会うことなく終わってしまうこともあるので気をつけましょう。ツインレイの霊的パワー。ツインレイは、片割れの魂を救ったり、手助けするために現れる場合もあります。一方が、人生の分岐点に差し掛かり、迷っている時に、もう一方が正しい道を示すために現れることもあるのです。ツインレイは、互いに支え合い、協力し合うことで、より成長できる存在です。相手の真心に触れた時より、魂が浄化され、魂の段階が上がっていくことでしょう。共に困難を乗り越えることで、霊的パワーが高まり、二人のみならず、全体へと幸福がもたらされていくのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いします。